キッコウハグマは、キクカモミジハグマ族の多年層。地下茎は細長く、地中を横に刃う。茎は直立し、高さは10から30センチメートルになる。葉は、茎の下部に、やや輪性上に5から11枚付き、葉芯の約2倍の長さになる傭兵があり、葉芯は、長さ1から3センチメートルの心形、稀に人形、または卵型で、 五角形になり、または五朝列し、歯の両面に長い毛が生える。下記は9から10月。登場過剰は僧状、または副僧状に十個苗がいつき、花柄は長さ1から5ミリメートルある。双方は長さ10から15ミリメートルになる狭い筒型、双方辺は多列あり、福河原状に並ぶ。頭花は三個の筒状花からなり、果敢は白色で五列し、 果敢の長さは9ト、mm、ル、頭部は4 5ト、mm、ルになる。角、頭花は3個の小花が合体し、一見15列した白いレッペンと3個の目しべからなる一輪の花のように見える。また、しばしば花冠が開かずに、地下受粉して結実する、閉鎖毛をつける。果実は、長さ4 5ト、mm、ルになる。やせかで三つ毛があり、上端に。 長さ7ミリメートルになる感毛がある。日本では北海道南部、本州、四国、九州に分布し、低山から山地の森林内のやや乾いた木陰に生育する。日本以外では朝鮮半島南部に分布する。一面に苔の生えたような場所に多く、それに沈むようにして生えるのもよく見かける。小柄なので花が咲いた時だけ目立つ。 キッコうはグマは、キッコうしろクマのことで、きっこうは、歯が五角形で、これを亀の甲羅、キッコうに見立てた。また、白ろくとは、薬のおのけで作った飾りを言い、かぶと、やの白い飾りや層が使うホッスに使われた。果敢の細長い裂片の様子を白ろくに見立てた。ありがとうございます。